中央のクーポラは、当時としては、最新の素材であった約60トンの中鉄による骨組み構造を持つ宴会室。壁に中国服の人物画が描かれ、天井からはレンゲ型のシャンデリア。室内のあちこちに竜があしらわれている。ロイヤルパビリオンは、ジョージ4世が、摂政皇太子時代に、イギリス・イングランド地方のブライトンに、海辺の別荘として建てた王室の利休。 当初は小規模でシンプルな建物だったが、後に大幅に増築され、インドイスラム風の外観と中国風の内装を持つ宮殿に生まれ変わった、イギリス指定建造物一級に指定されている。当初の建物は、ヘンリー・ホランド設計1788年、ゴロジョン・ナッシュ設計によるインド風の外観1783年、摂政皇太子がブライトンの浜辺沖に入り、 農園の館を別荘として借りたのがロイヤルパビリオンの始まりである。ブライトンは当時まだ小さな日がびた村だったが1750年に海水浴を健康法として初めて唱えた英国人医師リチャード・ラッセルの診療所見邸宅があり、これをきっかけに上流、中流階級の人々の保養地として人気を集め始めていた。そこに皇太子が別荘を持ったことで 高級リゾート地としての地位を確立した。1787年に皇太子はヘンリー・ホランドに改装を命じ、新古典主義の外装にバロック様式の内装を持つ理球を完成させた。1802年、建物が増築され新しいダイニングルームと温室が作られた。1808年には敷地が拡大され、大型の馬小屋が建てられた。 その後、中国製の壁紙を送られたことを契機に、当時流行していたシノワズリーを取り入れたものに全面改装することを決め、ピクチャレスクの代表的建築家であるジョン・ラッシュの設計で1815年から7年をかけて大改修を行った。ピクチャレスクは多様なスタイルを取り入れる折衷主義と意外性を特徴としていたことから、インド、イスラム、 中国を混合した独特なデザインのエキセントリックな宮殿が完成した。ジョージ四世は、快楽王、宝刀王と呼ばれるほど遊びと浪費が好きで、離宮建設にも、また完成後の社交にも莫大な経費が使われた。それによって、建築や工芸、あるいはファッション、音楽といった芸術面に多大な貢献をした一方、英国王室に大きな経済的損害を与えた。 クレムリン宮殿を模したとも言われたドームと列柱が印象的な外観に対し内部は一転して竹、竜、蓮、等といった中国的なシンボルや中国風の絵画、文様が随所に散りばめられ西洋と東洋が混ざり合った奇妙かつ豪華な装飾で見るものを飽きさせない工夫がされている。また材料として当時としては最新の中鉄が使われたことも特徴的である。 構造に使われているだけでなく、細く装飾的な柱や、一見、竹製に見える階段手すりなども中鉄製である。研究者は、公共の建築において鉄がむき出しで使われたのは、この建築が初めてと見ている。エントランスホール、サロン、回廊、バンケットルーム、音楽室などのほかキングズアパートメントと呼ばれる王の居室スペースがある。 岩倉施設団がブライトンを視察したことで、日本でも大磯など海岸リゾート地に別荘を持つことが、交換の間でブームとなり、ブライトンに王室の離宮ができたことで、皇室の御用邸の建設地として、シーサイドも含まれるようになったのではないか、と研究者は見ている。ありがとうございます。